筋ってる。16番筋ってる。ちょっと左。ナイスショー。ナイスオン。現在単独3位の有本カレ選手でした。これも筋ってる。いい、これ入った。入れ。これは筋ってる。ナイスショー。さあ16番に来ました。残り3ホール。ちょっと左に引っ掛け気味で残るか耐えるか。あ、バンカーです。左バンカーに入ってしまいました。ピンの右に向かって飛んでます。ナイスショー。バダンス峰選手、クリーン左、バンカーに入ってしまいました。そのピンチをしのげるか。約15ヤードのバンカーショットになります。信じられない。オーマイゴー、すごいドローだ。信じられない。入りました。入った。ピンチをピンチをチャンスに変える女、和田すみれでした。さあ古谷選手の顔つきが変わっております。上りの104メートル、バーディーパット入れ返すことができるか。スライスライン惜しい。ナイスタッチでしたがラインを読み切れませんでした。ナイスパー。先ほどのパー3のセカンドショット、どういう思いだったでしょうか。どうだった。いや、ボギー打つと思いました。だよね。俺もそう思ってた。和田すみれ選手、トラウマの17番、第1回リンゴルフフューチャーズトーナメント優勝して、第2回目も16番終わって、トーナメントリーダーでここに入って何をしましたか。イケイケ3パット、はい、イケイケ3パットで9でした。トラウマホールです。さて今日はどうなるでしょうか。なんか嫌な感じ。フェアウェイ左、ナイスショットです。トラウマは消し去りました。古谷選手、絶対バーディーの17番ホールです。ナイスショー。フェアウェイ左に綺麗なまっすぐな球飛んでます。吹き流しのすぐ横まで行きました。第2打地点に来ました。和田すみれ選手、トラウマホール克服できるか。今日は、グリーンが左のため、あの突き出た木が邪魔になりますので、なるべくレイアップの場合はフェアウェイの右サイド、左に引っ掛けてしまうとスタイミーになってしまいます。ということで、プレッシャーのある
レイアップセカンドショットです。おお、綺麗にドローがかかってフェアウェイ約右、ナイスレイアップ。古谷選手ここはレイアップですが、ユーティリティにするかアイアンにするか、ユーティリティを選びました。これフェアウェイ右に、おお、これもナイスレイアップ、素晴らしい。右の池怖くなかった？右、まあ若干気になってたけど。若干気になった程度はい、岩田選手上り150、ちょっとレイアップの距離が足りませんでした。ピン左にナイスオンです。残り125ヤード、先ほどからフェアウェイがゾーンに入ってます。筋いってます。距離は、おお、ナイスショット、ナイスショット。さあ17番、両者ともバーディーパットを迎えております。和田選手からスライスラインが切られると言ってましたが、ちょっと距離が足りませんでした。ナイスパー。さあ古谷選手どういうラインになるでしょうか。左側がかなり高くなってますので、あ、これはかなりフックすると思います。さあ読み切ることができるか。切れませんでした。ナイスパー。さあ相手もらっても18番ホール。フェアウェイ右、ナイスショットです。ラフカート道方面、あ、カート道で跳ねました。カート道で跳ねて右にキックしました。古谷選手、左ラフ方向に来ましたが、なんとラッキーなことにカートパスの、コンクリートでバウンドして約、2,30 ヤード前に行っております。バウンドもよく、木の近辺だと思われましたが、木を越えて、なんとなんとフェアウェイまで行っております。絶対有利な状況になっております。さあ和田純也選手アゲインスト上り190ヤードです。200ヤードは必要です。ちょっとドローがかかりすぎてショート、左ショートです。さあ堀谷選手、ここは確実に優勝するためにはバーディーが必要です。さあドローかかるか、あそこからドローがかかるか、ちょっとショートでした。右ラフです。さあ和田選手ショート約10ヤードのアプローチ、ふわっと上げられた、ふわっと上げて、おお、ナイスアプローチ。古谷選手は見るしかなくなりました。
しい、惜しいけどナイスアプローチ。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。あ、惜しい惜しい。お酒です。お疲れ様でした。ありがとうございます。おちゃん、お疲れ様でした。スコアどうでした？後半頑張りました。頑張りました。ここショートじゃ入らないじゃない、ショートじゃ。あの、余韻を楽しんでる選手です。さあ、刈谷選手、優秀の美を飾れるか。はい、ナイスパー。パーじゃないと思う。お疲れ様でした。ナイスボギーフィニッシュ。難しいんですよこのホール、はい、おじさんたち疲れた。100切れる。やばいです。やばいってことはどういうこと。ダメってこと。やばいです。もうこれで100ぐらいです。これ大オーバーです。難しい下りのパットが残ってます。さあ遠藤選手、下りのスライス、優秀の美を飾ることができませんでした。はい、お疲れ様でした。ヤクシー選手、約80ヤード。おお、ナイスショー。ヤクシーさん、100切れた。100切れた。トリプルボギーのなんちゃらばっかり。親父2人がプロに迷惑をかけていそうです。最後ぐらいパー取るよ。ヤクシー選手、最初で最後のパーパット。最初で最後。届きませんでした。届かなきゃ。水成選手、難しい下りのパット。あっちゃ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 、あんな行っちゃった。ああ、これは100切れそうもない。やばい。これ入れて100です。これ入れて100。これ入れて99。99。ああ、100でした。100切りならず。はい、お疲れ様でした。別グロ候補の渕上選手です。おお、ナイスショット入っちゃう。ナイスショット。お疲れ様です。別グロ候補の渕上さんです。いやいや、後半叩きましたね。後半叩きました。はい、ハンデたくさんいただきそうです。そうですか。さあ、うちの幹事の山ちゃんです。大きい大きい。ナイスダボ。はい、さあベスグロ候補、優秀の美を飾れるか。ドゥー。あー、惜しい。すいません、小崎です。はい、お疲れ様でした。大事。はい、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。どうもありがとうございました。お疲れ様でした。